厚生労働省の方で公表されている情報を見てみますと、法人登記簿情報でですね、把握をされているのに、厚生年金の適用事業所になっていない、というのが240万社あるそうなんですね。で、その240万社の中で、源泉徴収義務者として国税庁の方で把握されているのに、厚生年金適用事業所になっていないという事業所が、約40万社あると、いうことだそうです。で、源泉徴収義務者って言いますになっているということは、報酬を支払っている事業所ということですので、厚生年金を、適用すべき事業所である可能性が非常に高いわけですよね。ですから、平成27年1月からですね、3月末までの間で、この情報の付き合わせ等を行った上でですね、平成27年度、平成27年4月1日以降の3年間で、日本年金機構の、職員さんによる対応を基本として、集中的にですね、加入指導等を行うということが書かれていました。